死に覆われた星は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第4シリーズ第5話、2008年5月3日に BBC1 で放送された。本作は4月26日に放送された、前編、侵略前夜との2部作の後編であり、仙台コンパニオン・マーサ・ジョーンズと異星人・ソンターランが登場する。前話に続く。 死に覆われた星では地球大気を窒息性に変えた毒ガスが戦争に備えて地球で繁殖する新たなソンターランのクローンの大群を供給するための手段であったことが明らかになる。2005年クリスマススペシャルクリスマスの侵略者でシコラックスの宇宙船を破壊したトーチウッドの兵器が第3シリーズ鳴り響くドラムとラストオブタイムロードの舞台となった。 空中空母バリアントに装備された。ドクターは、メース大佐に、順承がいればな、失礼と告げており、これは3代目、4代目ドクターのコンパニオンであった、レスブリッジ・スチュアート順承への言及である。ドクターは、ガスマスクを装着する際に、僕のママか、とメース大佐に発言しており、これは、第一シリーズ、空っぽの少年と、ドクターは踊るでの出来事を反映している。 本作と前は侵略前夜の撮影は2007年9月に始まり5週間を要した。本作のポストプロダクションは侵略前夜の放送1週間前に完了した。制作の最中、監督のダグラス・マッキノンは本作の終盤でターディス中央の動く円柱を普段よりも高速で上下させるつもりだった。しかし、 これを完成させようとした際にマッキノンは備品を破壊してしまい、修理に30分かかった。フライデーナイトイズ・ジョナサン・ロスのインタビューで、キャサリン・テートは、ソンター・アラン役の俳優10人と共に撮影をしていたが、数週間が経って初めてソンター・アランの衣装の中に俳優がいることに気づいたと主張した。彼女は、ソンター・アランが電気で動いていると推測していて、 俳優がヘルメットを外して顔をあらわにするまで間違いに気づかなかった。彼女は死ぬほど驚いたと語った。ドクターがソンターランのビデオ通話を妨害した際、シービビスの一部実写、一部アニメの生体冒険番組トミーズームが画面に映りマジシャンに変装した悪役のプルートーと主人公トミー及び彼の犬ダニエルが観客として登場した。当初は 羊のショーンが使用される予定であったが、これはとんざした。新シリーズでのこれまでの数多くのエピソードと同様に、BBC ニュース24の映像素材が展開される出来事のレポートに使用されている。しかし、より最近のドクター風のエピソードでの映像でもそうであるように、このチャンネルは画面上では単にニュース24とキャプションが付けられており、BBC のロコは入っていない。 本作が制作されて以降、BBC ニュース24は、BBC ニュースへ番組タイトルが変更された。ラティガンアカデミーでのシーンは、ポートタルボットのマーガンカントリーパークで撮影された。死に覆われた星の野東屋の非公式な視聴者数は590万人で、番組視聴選挙率は32.5%に達した。 最終的に算出された視聴者数は653万人を記録した。本作は視聴者数912万人を記録した ITV のブリテンズ・ゴッド・タレントに次いでその日で2番目に多く視聴された番組であった。死に覆われた星はその週では BBC1 で最高視聴率の番組でテレビ番組全体でも18番目に多い視聴者を獲得した。 アプリシエーションインデックスの数値は88であった。ありがとうございます。